こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、16歳で貼り付け処刑されたお風について解説していくぜ。わずか16歳で貼り付け処刑されるなんて、一体何があったのかしら。戦国時代という時期は、現在とは比較にならないほどに女性の人権が軽視されていた。とにかく女性というだけで当主にはなれないのが当たり前の時代だったし、戦国大名や武将の子という立場で生まれた女性は、基本的に政略結婚の道具のような存在として活用されていたんだ。嫁いだ先でも男児を産まなければならないというプレッシャーに押しつぶされたり、生きた心地もしなかっただろうね。豊臣秀吉のようにおおらかに女性を見ている者もいたんだけど、大抵の武将たちは女性には後継ぎを産ませること、これを絶対条件として要求していたんだぜ。生きづらい時代だったね。この動画を見ると、16歳で貼り付け処刑されてしまった。お風の残酷な最後がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。戦国時代の女性にとって不遇と言えるのが、連座制だ。例えば自分の父や夫、兄たちが政争に敗れてしまうと、一族郎党処刑されることも多かったんだ。とても残酷な決まりがあったのね。最上義満を父に持ち、秀吉の上に当たる豊臣秀次の側室として迎えられた。駒姫という少女は、当時かなりの美少女として知られていた。だけど主人となった秀次が失脚すると駒姫もまた、その他大勢の女子供たちと共に斬死されて、この世を去った。この時駒姫は決して取り乱すことなく、静かに自分の運命を受け入れ散ったとされている。まだ子供なのに覚悟が半端ないね。また、かつて周防で勢力を振るっていた大内氏に対抗していた。大三島の大堀氏には鶴姫と呼ばれる少女がいたんだけど、彼女は水軍を率いて自らも戦列に加わったとされている。これが本人の意思によるものか、それとも強要されたかどうかは、今となっては確認のしようもないけど、戦いの中で彼女は恋人を失ってしまったんだ。ほうほう。最終的に大内氏との戦いでは一定の戦果を見せるものの、結局恋人がいなくなったことで生きている意味を見失ったのか、まだ18歳という若さながら沖合で入水自殺を遂げている。彼女も男の都合で生き方を大きく振り回されてしまった悲劇的な存在と言えそうだね。このように戦国時代にはとにかく多種多様の、女性の不幸の上で成り立つ社会があったんだ。今回紹介するお風という女性もまた、その中の一人だぜ。お風は1558年頃に、現在の愛知県付近にて活動していた。戦国武将、奥平定友の子として生まれた。定友は三河にある肘か城の城主を任されていた分家筋の武将で、本家当主の奥平定義に仕える立場だった。有名な家柄だったの？いや、奥平氏自体はさほど著名でもなかった。定友は分家筋に当たることから、武将としての名声はそう高いものでもなかったようだ。こういう家柄に生まれてしまうと、何かと男女ともに不自由は多いもの。それはお風にも当てはまるものだったぜ。定友は本家ともども、駿河の今川義元に恭順する立場の武将たちの中の本の一角を形成していた人物だ。お風が生まれたとされる時代より少し遡る1547年に今川の、東三河への勢力拡張にも参与して、ここで義元にも認められる功績を手にすることに成功したんだ。ふむふむ。そういうわけで分家でありながら定友は今川の大使からの覚えもめでたく、今川氏が追放した片野原松平氏の残した所領を与えられることとなった。これは奥平氏の中でも、とりわけ大きな功績だったぜ。おお。ところが、新たな所領を得た直後に定友に不遇が舞い込んだ。なんと翌年には、その所領を没収されてしまったんだ。なんでそんなことに、今川氏がこのような対応を見せたのは、定友が今川から離反したとする何らかの、証拠を手に入れたからとされている。没収された片野原を追われた定友は仕方なく休養に戻ったけど、片野原はその隙に本来の持ち主たちが侵攻を行って取り返してしまった。この一連の動きもあって、定友は本格的に今川に対して敵意をたぎらせることになったぜ。もしかすると、最初から今川をどこかで裏切るつもりがあったのかもしれないね。いろいろと思うところもあったのか、定友はお風が生まれて1年もしないうちに、とうとう今川に本格的な対抗姿勢を見せることを決意。1557年には本家筋の定義と組んで、今川相手に挙兵を試みたんだ。そこにはどんな思いがあったんだろう。普通に考えると定友も本家の意向で戦いに加わったと考えることもできるけど、なんせ彼自身が戦功を重ねていた領土をすぐに取り上げられた人物だ。おそらく本家との意向が合致して同時に決起する形となった。そう考えるのが自然だろう。なるほどね。戦いは今川に恭順の姿勢を持ち続ける、同族の定勝との対決となった。
つまりどっちにしても今川本軍にとってはさまつな戦いだったわけで、今川の協力もあったために定勝が勝利してしまった。こうして本家筋の筆頭だった奥平定義は敗戦の責任を負わされる形となり、高野山への追放処分となったぜ。それで、定友はどうなったの？定友には処刑が予定されていたんだけど、どういった手違いがあったのかは不明ながら、彼は処分を免れている。そしてこの戦いの3年後には今川の当主である義元が、若き織田信長相手にまさかの戦死を遂げてしまった。おそらくこの騒乱によって今川にも混乱が生じたため、価格がさほど高くなかった奥平の、しかも分家筋であった定友のことなど到底構っていられない状況となっていたんだろうな。今川の支配から逃れるために奮闘するうちに、全く別方向から躍進してきた。終わりの織田信長によって憎き今川義元は死去。これで奥平氏もしばらくは安泰のはずだった。今川が衰退した後、奥平氏は徳川家康の傘下に加わり、これ以降は、まだ経験も乏しかった若き日の家康と苦楽を共にするようになったんだ。その頃、おふうはどこへ？この時期13歳になっていたおふうは、同じ奥平氏の定政に嫁ぐことになった。13歳で側室に行ったり婚姻をするというのは決して早いものではなかったけど、これについておふうがどう感じていたのかという記録は一切が残っていない。つまり、奥平氏との結びつきを強くする役割を与えられたわけだね。だけどそんな徳川氏と奥平氏に危機が迫った。今度は、甲斐から武田信玄が侵略の手を伸ばし始めたぜ。あらら、1570年12月、武田からの本格的な侵攻が開始された。武田氏の重臣である秋山虎重が2500の兵を率いて、美濃経由で奥三河への進撃を開始して、これを阻止しようと立ち上がったのが、定政らの軍勢に徳川軍、近隣の豪族といった連合軍だった。数の上では圧倒的に有利だね。でも、まず秋山隊と当たった味方があっという間に回想してしまった。これを見ていた自分は強行状態に陥って、しかもこの際にもともと武田と内通していた味方も次々に撤退。その中にはお風の夫となった定政の父にして、かつて今川から高野山送りにされながらも生還していたあの定義の姿もあった。定政はこのまさかの事態にとうとう屈服し、徳川を切って武田に属することを決意してしまったぜ。一方でお風の父である定友は定友で、手切れ状態となった。今川氏とまだ散発的な交戦を続けていたとされている。当主こそ代替わりしてある程度衰退した今川だけど、まだまだ奥平氏にとっては油断のならない大勢力だったわけだ。悩みは尽きないね。そんな定友をさらに苦悩させる事態が発生。武田の名将である、秋山虎重によって散々に蹂躙された奥平の本家衆が、武田氏に屈服する形で、九州合併の浮き目を見ることを知らされた。そして、これ以降武田に反発しないための人質まで要求される羽目になってしまったんだ。それで、人質を差し出したの。お風の嫁ぎ先から指名された男児が、お風の夫である、定政の弟、千千代。当時10歳。さらに奥平氏からもう一人、虎之助という13歳の男児も供されることになった。どちらも貴重な跡取り候補で、これは強烈な人質政策となって効果を発揮したと考えられるぜ。そして武田氏は、もう一人の人質を手にすることになった。それが、お風だ。なぜお風がターゲットに？それについては、父、定友自身の意向でお風を人質として差し出したとされている。戦国時代の無情を感じさせる事態だね。こうしてお風は、武田信玄の下でしばらくの間、不自由な人質生活を歩む羽目となったぜ。しくしく、三人もの貴重な人質を差し出したことで、奥平氏は容易には武田を裏切れない状態になってしまった。とはいえ、奥平氏は戦場においてはある程度の実績を見せる武将も輩出している一門ではあったから、武田にとっても今後三河侵攻を行う上では欠かせない戦力として欲していた側面はあったはずだ。確かにね。だけど徳川氏にとっては、せっかく軍門に加えたと思った奥平氏が、強制的に武田氏に取り込まれてしまったのは惜しい思いもあったことだろう。家康は定義に対して、再び自分の味方になるように説得する使者を、密かに送り込むなどの動きも見せている。その動きに対して定義は、当初は武田氏の報復を恐れていたのか、丁重に断りを入れる姿勢で応じているぜ。ほほう、ここまで説明したように、定友は奥平氏の中では分家にあたる存在だ。一方でお風を嫁がせた相手である定政は、定義の息子であるため、本家筋、定友がお風を定政にあてがった思惑自体は今もさほど研究されてはいないんだけど、本家とのつながりをより強固にしておきたいという思惑があった可能性は十分あるだろう。貴重な切り札として活用していたと考えられるね。親子であっても男社会に生きる定友のこと、
娘のお風も、その時代なりの使い方を模索していたのではないだろうか。まだ10代前半だったにもかかわらず本家嫁として送り出され、さらにほどなくすると今度は家へと人質として送られるお風。これはなかなかに不憫な人生だ。お風に幸せは訪れるのかしら。いや、お風の不遇はここからおよそ2、3年の間にクライマックスに突入。結論から言うと、彼女は全身に槍を突き立てられて無残に死ぬことになってしまったぜ。なんでそんなむごいことに。そのきっかけは、自分を武田氏に送り込んだ父たちの行動だったんだ。どういうこと？奥平氏は人質を供してまで、徳川から武田に鞍替えをしてしまった。困ったのは、次郎である三河が今まさに侵略されようとしている家康。そこで家康はどうにかして元の鞘に収めるべく、奥平定義相手に使者を派遣したり、書状を送るなどして懐柔を試みた。その結果はいかに？定義の反応は、決して無礼ではないものの、やはり人質をすでに武田に、牛耳られていることもあって顔面なものだった。そこで家康は、同盟相手である織田信長に知恵を借りることにしたんだ。それは頼もしい。信長は事態を把握すると、これを解決するために家康に彼の娘である、亀姫を定義の嫡男である定政と政略結婚させることを提案。提案といっても、この時期の信長は家康の実質的な主みたいなものだから、これには家康も応じるほかなかったと考えられる。うんうん、それで？そこで家康は定義にこの提案を打診。すると、定義の態度も変化した。もしも奥平氏が、今後さらに躍進すると思われる徳川と血の結びつきを強めれば、ますます一党は安泰。しかも徳川の背後には、かつて自分を高野山に追いやった。今川義元を亡き者にした信長までいるんだから、さすがに話は変わってくる。こうして徐々に定義も心変わりをするようになっていったぜ。そうなんだ。また、家康にとっても来たるべき武田との決戦に備えて、有力な武将も要する。奥平氏はやはりどうしても味方のままでいてほしい一族だった。亀姫を定政に嫁がせることに関してもこれこそ戦国時代の通例でもあったから、前向きだったとされている。ただ、問題は定政だ。定政には武田に人質として送ったお風という若き妻がいるからね。この縁談を飲むということは、お風を名実ともに切り捨てることになるわけだ。果たして定政の決断は、戦国の世は、無情な男社会だ。定政は新しい妻を迎えることを決心してしまったぜ。なんでそんな選択を？というのも、この時期すでに武田氏当主の武田信玄が死去しているという噂が、奥平氏にも認知されていたからだ。実際に武田信玄は1573年に病没していて、その死は本人からの遺言によって3年ほど取得することとなっていたけど、やはり情報はどこかから漏れるもの。今川がそうだったように信玄亡き今、武田の勢力は必ず衰えると察した定義、定政親子は、この機会に武田と手を切ることを決心したぜ。つまりこの時点で、お風の命運は完全についえたというわけだね。1573年9月21日、奥平氏が再び徳川に帰参した事実を知った。武田の新たなる当主である勝頼は、人質をこれ以上保有していても意味がないと判断。三名の人質に関しては処刑を行うよう、家臣団に命令を下したぜ。その時お風は何歳だったの？わずか16歳。夫と過ごした時間よりも武田で人質として、暮らした日々の方が多くなっていたから、本人的にも覚悟はできていたものだと考えられる。それにしてもあまりに不遇だよ。お風に対しては、脱刑が適用となることが確定したぜ。どんなものなんだろう？貼り付けといえば、例えばキリストがかつてゴルゴダの丘を自らを処刑するための、十字架を背負って登っていき、その後手を杭に打たれるなどして苦悶した後に、キリストが死んだかどうかを確かめるためにローマ帝国兵士長のロンギヌスによって、脇腹に槍を突き立てられたという逸話が著名だ。つまりキリストが死んでから、あくまでも生死を確認するために槍を入れられているわけだね。一方で戦国時代の脱刑は、もっと残酷だ。女性を脱刑にする際には、体を十字に縛って固定する。その後、まずは体を固定した柱の左右に槍を持った兵を立たせ、彼らに一斉に槍で対象となる人物の体を思いっきり貫かせるんだ。それはもう致命的だね。ところがここからさらに何度も槍を入れて全身を穴だらけにして、最後に喉に槍を入れて一連の処刑はひとまず完了。その時点でまだ息があっても、柱から下ろして救命することはできない。あとは次の指示があるまで放置するのみで、多くの場合は死後に柱から下ろされても埋葬はされず、首を切断されて晒されるという形になっていた。これが、戦国時代の脱刑の作法だぜ。今の感覚だともう狂ってるよね。また、お風と共に人質となっていた虎之助も同じく脱刑が適用されることになった。
もう一人の人質である千千代丸は、ノコギリ引きの刑が適用される形となっている。ノコギリ引きの刑ってどんな処刑なの？これもまた、生産極まりない。主に旧敵に対して適用される残酷な刑罰の一つで、千代丸の場合は貞政の弟という立場だったことが災いした。罪人の体を土中に埋めて首から上だけを地面から露出させ、まずは3日ほど見せ物として晒すんだ。もはや人間の所用じゃないよ。その後、その首のそばに竹でできたノコギリと鉄製のノコギリを立てかけておいて、その首を実際にこれらで引くこともあったとされているぜ。やめてくれー。一族の保身のために人質に出され、実の夫の心変わりによって処刑されてしまったオフ。あまりにも無残な死に様と言えるだろう。処刑後はどうなったの？人質3人は首を切断されて、これを晒し物にされる浮き目を見ることになったぜ。たった16年で、人生を強引に奪われてしまったなんて辛すぎる。オフの首を奪還して、ふるさとに帰還させようと試みる人物がいた。それが、オフの祖母だ。そうなんだ。処刑後、人質らの首は蓬莱寺という寺院のある山のふもとに、晒し物とされて、季節柄どんどん傷んでいく一方だった。この処遇を憂い奪還を試みたのが、オフの祖母である貞子という女性。貞子は危険を顧みずにその首を回収すると、そのまま彼女にとっても、ゆかりのある肘か城に持ち帰って埋葬することに成功したぜ。すごい行動力だね。後々になって貞子も死去後に同じ場所に埋葬されていることから、貞子にとってオフは可愛い孫娘であったことは間違いないだろう。そうじゃなければ、罪人の首を勝手に持ち帰るようなことはできないもんね。貞子もオフもこの時代に戦に明け暮れる男たちの人生をはために見るばかりか、時にはその犠牲になってしまったようなものだから、戦国に生きる女性の苦しみを知って生きてきた貞子には、どうしてもオフの首をそのまま腐らせるわけにもいかなかったのかもしれないな。オフも嬉しいだろうね。オフの死後、武田勝頼はすぐに大軍を率いて貞政のいる長篠城に攻め入った。貞政はこの際、徳川軍に援軍を要請。共同で武田軍撃隊に当たり、なんとか危機を脱している。家康にとっても貞政は自分の娘の亀姫を送り込む大事な存在だから、どうにかして彼らを助けようと必死だったはずだね。さらにこの頃には家康も、貞政にはオフという妻がいたし、彼女が武田によって処刑された事実を知るに至った。自分たちもその最後に加担してしまった負い目もあってか、奥平氏に対してはその後も厚遇していくことになったぜ。そっか。自分の妻を見捨てる形で家康と結びついた貞政だけど、彼は彼で必死に武田に反抗して、長篠城の攻防戦でもどうにか牢城に耐え切った。その功績は信長の知るところにもなり、その名を取って新たに信政と名乗ることを許されている。へえ、そうなんだ。また家康からは、名刀の大般若長考を授かる栄誉も得ている。オフの父である貞友もまた、長篠城での牢城の功績を認められ、オフの妹である辰という女性が家康の弟、松平定勝に嫁ぐことを許されたぜ。でも、言ってみればオフの犠牲の上に成り立った奥平氏の躍進とも考えられるよね。その通りだ。後世の倫理観に染まっている私たちにとっては、手放しに良かったねとは言えない結末になっているぜ。うん、なんだかすっきりしないよ。ということで、今回の動画は以上だぜ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。今回は、徳川家康の正室、瀬名について解説していくぜ。大河ドラマのどうする家康にも出ていたね。でも実は瀬名についてはドラマで見せたような聡明で愛らしいヒロイン像とは全く正反対の、老獪な悪妻という情報が長年付きまとっていることはあまり知られていないだろう。ドラマの瀬名と、史実上の瀬名は違うってこと。未だに諸説ある彼女の悪妻っぷりだけど、この動画を見ると大まかな構成の評価を把握することができるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってね。小説、ドラマでは瀬名という名前で呼ばれることが多いんだけど、実名は今でも不明だぜ。つまり、便宜上瀬名と呼ばれているだけということか。瀬名は1539年か、もしくはそれから3年以内に生まれたと考えられている。詳しい誕生日もまた、不明となっている。謎多きミステリアスな女性だわ。そんな彼女がどうして希代の悪女とも称されるようになったのか。順を追って見ていくぜ。お願いするよ。創作の世界では瀬名という名前で知られている女性だけど、一般的には築山殿、あるいは築山御前との名があてがわれているんだ。どちらにしても築山がつくんだね。築山というのは、将来的に結婚することになる徳川家康の領土、岡崎にあった築山という地名にちなんだものだ。後に彼女はこの築山に屋敷を構えて住むようになるから、
本名が不明なこともあって専門家からも歴史好きからも、築山殿の名前で呼ばれるようになったようだ。ほほう、彼女の生まれは駿河国。今川義元が治める巨大国家で生を受けていて、その父は関口近長という人物ではないかと考えられている。そして彼女の母に関しても諸説あるけど、一説には駿河大主の今川義元の妹である、なんてことも言われているぜ。その説が事実なら、瀬名は今川義元の姪ということになるのね。かなり高貴な出身の女性で、おそらく幼い頃から今川領内の中枢で生きてきたと考えられる。まさに箱入り娘だったということだぜ。この頃、駿河には一人の男が留め置かれていた。その名は松平元信。後の徳川家康だね。当時家康は人質として今川に供された不遇の立場だったけど、命を取られることはなくその身は安堵とされていた。そんな元信に対して大主の今川義元は、ある縁談を持ち込んだ。人質である彼と、瀬名の結婚を促したんだ。ほうほう。元信と瀬名はこれを機に婚意となって、1557年には無事に祝言を済ませたぜ。ところで、義元はなんで二人を結婚に導いたのかしら。それに関しては、戦国時代の大まかな習わしを見ればその理由が見えてくる。当時は国と国とが争い合い、血で血を洗う合戦に明け暮れていた時代。そんな中で頼りになるのは、血のつながりや人のつながりだ。つまり国同士で人質を供し合って互いに裏切らないような関係性を構築するということ。岡崎から駿河に移された元信は、まさにその具体的一例に過ぎないんだ。なるほど。その上でさらに身柄預かりとなっている元信と瀬名が結婚すれば、今川と松平の関係もまた濃密になる。裏切りが極力生じないように政治的な意味合いを含んだ婚姻を結ぶということは、当時としては割とありふれた日常だったんだぜ。そっか、普通に考えれば元信は人質だったわけで、結婚したからといって今川のお嬢様とそうそう気が合うとは思えない。だけど結婚して今川と松平の結束が強まった以上は、その証を求められることになる。子供かしら。1559年に二人の間に男児が誕生。後に松平信康と名乗ることとなる跡取り候補が誕生したぜ。このまま駿河と岡崎は主従関係を維持したまま時間が経過するのかと思っていた矢先、元信にとって転機が訪れた。一方で瀬名にとっては、避けたい事件が勃発したんだ。一体何が起こったの？1560年5月19日。今川方と尾張の織田との合戦、桶狭間の戦いの最中に、なんと総大将の今川義元が本陣を襲撃されてまさかの討ち死にをしてしまったんだ。この報告はすぐに駿河を駆け巡り、領民の多くを不安に陥れた。もはや、一巻の終わり。ところが、そんな状況で光明を見出す男が一人。長らく人質のような立場に甘んじていた元信だ。元信はこれを機に岡崎へ帰還して、家臣団と合流することを決心。そしてこの際、名を松平元康に改名したぜ。それで、どうしたの？当初指揮系統が混乱していた今川だったけど、やがて義元の息子である今川氏真が次の当主になるとだんだん事態は収束に。でも元康としては、義元ほど統率力があるわけではなかった氏真では、駿河の安寧も危うくなったと感じたのだろう。岡崎へ帰還を果たすと、もう駿河に戻ることはなかったぜ。1562年には元康はさらに改名し、とうとう徳川家康と名乗るように、後ろ足で砂をかけられた形となった氏真も、家康に思うところは大きかったはずだ。さらに家康は、勝ち馬に乗る形で氏真の父、義元を討った織田信長と同盟まで結んでしまう始末。その上家康は人質交換という形で駿河から瀬名と自分の子供らを岡崎に移動させたぜ。なんて手際がいいのかしらね。おそらく氏真もかなり焦ったに違いないぜ。一方でこの政治劇に際して瀬名がどう考えていたかは、やっぱり想像するしかない。生まれ育った今川の館を出て、岡崎のど田舎に移動する。これが果たして彼女にとって、幸せだったのだろうか。災難なのは、瀬名の養親だ。家康がよりにもよって信長に寝返ったことで、氏真は堪忍袋の尾が切れてしまい、その責任を駿河に残っていた瀬名の父母が負わされる形になった。荒長とその妻は婿が招いたお家の危機の責任を取る形で自害。瀬名は自分の結婚した相手の範囲のせいで、養親を失ってしまうことになったぜ。普通に考えれば、夫婦仲も冷め切って当然だよ。唯一の救いは、二人の間に授かった信康への愛情を瀬名も失わなかったことだぜ。おお、今川を出て岡崎城に住むようになった瀬名は、1567年にわずか9歳の息子、信康の縁談に直面することに。あまりに早すぎる話だけど、これを持ちかけたのは尾張の織田信長。自身の娘である五徳と信康を結婚させる算段を思いついたんだ。何かメリットでも？
理由は自分たちが結婚した事情と同じようなものだ。今度は織田を徳川が安易に裏切らないための絆づくりの一環で、そのために信康が生贄となったわけだ。でもこれも戦国の世のしきたり、女性である瀬名にとっては、何の抵抗もできない事態だったんだぜ。資料には家康との間に特に仲睦まじい様子も書かれていない正室、瀬名。まあ、ここまで説明した経緯を考えれば、この二人の関係性というものはあくまでも政略的に繋がっていただけで、かなり希薄なものだったことは想像できるところだ。うん、間違いないね。そして岡崎城に居を構えるようになった頃から、瀬名の悪さいっぷりもだんだんと垣間見えるようになっていったぜ。ついに来た。家康は自分の領土を少しずつ開発していく中で、新しい拠点を浜松に移すことになった。ところが瀬名は、正妻でありながらその童貞には付き合わず、自分は岡崎に留まることを選択。さらにこの頃には築山に移動して、その屋敷で暮らすようになったとも言われている。築山殿の名称は、この時期に由来するものなんだね。こうした奔放な振る舞いがほとんど咎められなかった理由はいろいろ考えられるけど、一つには家康が当時の瀬名にさほど時間を割くこともなかったから、とも考えられる。信長と同盟を結んだとはいえ、彼の領土は甲斐武田の侵略にさらされている最中だったんだからな。1574年、家康の側室である長松院が次男を出産。これを知った瀬名は、長松院に対して激怒。正室を差し置いて男児を出産したことに憤ったのか、彼女を縛り付けて体罰を与えるという暴挙に及んだんだ。うわ、それは怖い。挙句に長松院は瀬名によって岡崎を追われて、女房衆追放の浮き目を見る羽目になったぜ。ええ、家康の次男を出産した側室に対して、瀬名の仕打ちはかなりの非道に見えるのは事実だ。でもそう感じるのはあくまでも現代的な感覚が由来するからで、実はこの当時は正室と側室には純然たる上下関係が構築されていたんだ。どういうこと？岡崎の場合、女性のトップに君臨するのは瀬名であり、その瀬名の許しを得ずに側室になっていた長松院がそもそもルールを破った無法者、体罰もやむなしという状況だったという見方がある。逆に言えば、瀬名の承諾さえあれば側室として真っ当に岡崎城で次男を埋めていたということにもなるから、結果として追放された長松院にも、当時のしきたり上では相当な過失があるということだ。まあ、それでも身重の側室を追い出すっていうのはかなり印象が悪いね。瀬名が後世、かばいきれない悪名とともに記憶されるようになった原因が、1575年に勃発。一言で説明すると、敵方である武田との内通。つまり、謀反に加わっていた可能性が浮上したんだ。うわ、根っからの悪女ぶり。長松院を追い出した翌年のことだから人事ながら心配になってしまうような事態が、結果的に彼女の首を絞めることにもつながってしまったんだぜ。この年、信康の家臣である大賀弥郎による武田氏との内通が発覚。内通の目的は当然、徳川への謀反だ。信康がこの弥郎にどこまで具体的に指示を出していたのか、あるいは一切感知していないのか、この点は今も見解が揺れるところだけど、弥郎自身はことが露見した直後に処刑された。なんと、だけど、話はこれで終わらない。弥郎はあくまでも信康の一家臣に過ぎず、彼が主体となった大々的な謀反計画の構想は、どう考えても不自然だったんだ。そこで浮かび上がったのが、やはり信康。そしてその母である瀬名の関与の可能性だった。実はこの頃、瀬名のいる築山にはたびたび口寄せ巫女が相当数訪れていたことがわかっている。口寄せ巫女とは？いわゆるいた子のことだ。死んだ者の魂を憑依させて、その言葉を自分の口を通じて話すというオカルト商法に身を染めた者たちだぜ。なんだか一気にうさんくさくなってきたわ。この口寄せ巫女たちは、そのほとんどが敵方である海洋からやってきた女性だった。巫女らはたびたび築山を訪れては瀬名の艦隊を受けて、その都度あるお告げを聞かせていたとされている。一体どんなお告げだったのかな？信康の妻であり信長の長女でもあるごとくを味方に引き入れて武田と通じることで、信康をこの時代の武田当主である武田勝頼の嫡男にできる、というものだったそうだ。それを瀬名は真に受けていたの？それは定かではないけど、得体の知れないお告げを放つ敵方からやってきた巫女を、わざわざ迎え入れていたとなれば、さすがに事態は深刻だぜ。確かに、家康の性質の所要と考えると看過できない失態だね。瀬名は甲斐からやってきた口寄せ巫女との関わりが、徳川を揺るがす謀反の原因として疑われることになると認識していたのか、いないのか。これに関してはもう今となっては本人の考えを知ることはできない。現に謀反を企てたとして、弥郎は処刑されている。
ことが事なだけあって、家康も決断を迫られることになるのは当然だ。瀬名にしてみれば、自分の腹を痛めて産んだ信康を出世させたいと思う気持ちもわかるよね。家康のような元人質の領主じゃなくて、甲斐武田の御曹司の下に着かせたいと考えるのも、ある意味では妥当なところだろう。だけどもし本気でそう思っていたとしても、さすがにここまでの流れで彼女が見せた動きは早計だったぜ。そうだね。一説によると勝頼は織田、徳川連合軍を一気に撃滅するために、本気でこの協約を成功に導こうとしていたという話もある。岡崎東泉記という書物によれば、勝頼は巫女らの言説を巧みに煽り、瀬名の籠絡を図ったという記述もある。そしてこの際に、先に処刑されてしまった弥四郎も、それ相応の立場で武田が召し抱えるという案も出ていたという話もあるから、勝頼の利用できるものは敵でも利用するという姿勢も伺い知れるだろう。ふむふむ、百戦錬磨の武田を統率する勝頼は、先代の信玄ほどではないにせよ、信長からもかなり警戒されていた武将だ。その勝頼の作戦に、もしかすると瀬名はまんまと乗せられていたのかもしれないな。そっか。ただ、こういった噂を本人が態度で一蹴していれば、誰もが疑うこともなかったはずだ。だけど瀬名は五徳が信康の子を続けて二度産んで、いずれも女児だったことを危惧すると、元武田家臣の娘を二名、相次いで側室として迎えさせている。それは瀬名の独断なのか、それとも巫女のお告げなのか、お告げの内容を指示した勝頼の手によるものかは判然としないけど、わざわざ武田旧臣の娘を選出しているあたり、もはや疑われても仕方がない状況を自ら招いてしまったとも言えるぜ。築山における瀬名の妙な動きは、周囲にいる者にとっても感づく部分があったようだ。特に信長の娘で、信康の妻としてなかなか男児を授かることができなかった五徳は敏感だった。1579年、五徳は独自に父親の信長に書状を送っているんだ。さすがに信長の長女だけあって、才気に富んだ女性だったのね。義母の瀬名に関して、武田との内通があったという詳細な証拠をまとめた訴状を密かに父親に送った彼女は、結果的に瀬名の暴走とも言える状況に待ったをかける形となった。それで、どうなったの？結果として五徳の暗躍は、瀬名、そして信康を大いに追い詰めるものになったぜ。ドキドキ。江戸幕府が成立した後に編纂された三河物語によると、この時期の瀬名と五徳の関係性はやはり険悪なものだったとされている。ほうほう、その理由は？理由はいろいろあるんだけど、特に重要だったのが今川の血を引く瀬名と、織田の血を引く五徳という決定的な相性の悪さ。瀬名にしてみれば自分が過ごしていた大国の大衆を殺した尾張の田舎者の娘が義理の娘となったわけだから、やはり心象は最悪だったようだ。まあ、仕方ないよね。そこで瀬名はこれまでの瀬名の悪行を記した書状を信長に渡すんだけど、その内容は十二箇条にも及んで、かなり二人の間は溝が深かったことが伺える。その内容は、第一に武田との内通について、そして第二に家康が今川を裏切って織田についたことで両親が自害した過去を、瀬名は深く恨んでいたという話なども綴られていたとされている。いつの時代も、女の敵は女ということだね。信長もこの書状を目にした結果、同盟相手である家康に対して信康処刑を命じる決断を下したぜ。オーマイガー、浜松に城を構えてそこに居を移していた家康も、岡崎で起きた不穏な事態を信長経由で把握して、事態の収拾に動くことを強いられた。何より旧敵である武田と自分の性質と息子が内通していたとなると、もはや申し開き云々では話は終わらないからな。相当な苦労をしただろうね。結果として家康がどの程度苦悩したかは判然としないけど、最終的には妻子の処分を決断、信長の意向に従う形になったぜ。信康はここに至るまで何度も戦を乗り越えて実戦経験も積んで、また勇猛果敢な武将としてある程度の信頼も得ていたとされる。一方で狩りの際に偶然出会った相応敵の患者であったとしてむやみに惨殺するなど、性質的には当主たる資格に欠ける部分も見受けられた人物でもある。とはいえ家康にとっては待望の長男だったから、きっとその処分は惜しかっただろうね。そこは信長に睨まれたこともあってもうどうすることもできないまま、同年9月15日、信康は幽閉されていた二俣城にて切腹を言い渡されて、見事に立派な自陣を果たした。潔く自害をしたということは、信康は申し開きを諦めたか、あるいは本当に武田と内通していたか、どちらかということになる。三河物語では後者を理由として採用しているけど、果たして実態はどうだったのだろうか。一方、五徳による書状によって窮地に立たされた希代の悪女こと瀬名は、息子の信康より先の8月29日に年貢の納め時を迎えている。この日彼女は家康の最終的な承認を経て処分が決定して、
東御国の小籔村付近で家臣らによって自陣を促される羽目になったぜ。でも、瀬名は武士じゃないから自害の作法も知らなかったのでは？命を絶てと言われたことで激しく動揺してこれを拒んだそうだ。主君の命令でもあるから、居合わせた家臣団によってその体は押さえつけられ、無理やりに首に刀を入れられたそうだ。家康とは名目上は確かに夫婦だったけど、双方にお互いへの強い愛情を持つことがなかったこの夫婦。その別離のきっかけは妻である瀬名の独断から来た自滅のようなものだった、ということだ。瀬名の首は、直後に安土城に座す信長の元に届けられたとされているぜ。想像するだけで凄惨な瀬名の最後。家康は彼女を失ってからも精力的に信長の元で役目に励んで、本能寺の変で信長が死んだ直後に天下人となった豊臣秀吉とも対等に近い関係にまで出世した。やがて秀吉がその生涯を終える頃には、五大老筆頭として確固たる権力を得た。さらに秀吉亡き後の豊臣維新団を一掃して、とうとう待望の天下人となり、太平の世の足がかりとしたぜ。彼の築いた江戸幕府は、260年近く続く安泰の世を招いたね。歴史の最終的な勝利者となった家康については、生前の活躍は広く伝えられた。一方で正室の瀬名に関しては、今の時代でも悪妻、自分勝手な女性という印象は未だに拭いきれていない。歴史の勝者である家康の最初の妻であるのなら、もう少しいい意味で脚色されていても良さそうだけど、そうはならなかったところを見ると、江戸幕府は瀬名についてはあくまで、今川の血を受け継いだ政略結婚相手だった、という認識だったのかもしれないな。ことの真相は、後世に生きる私たちにはわからないことばかりだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。今回は、徳川家康が妻と子供を処刑した理由について解説していくぜ。現代人の感覚からすると、自分の妻子を死なせるという決断を取った家康はかなり非常に思えるよ。こういった引導の渡し方は、果たして正しいものなのか、ちょっと疑問に思うところはあるよな。その理由を詳しく知りたいな。この動画を見ると、築山殿と信康がなぜ死に追いやられたのか、なぜ死ななければならなかったのか、その理由がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。徳川家康は言うまでもなく日本の戦国時代においての三英傑の一角で、織田信長、豊臣秀吉の後に天下人となった人物だ。そんな家康だけど、出自はとても不遇だったぜ。子供時代はどんな感じだったのかな？幼少期には、安城松平平家から駿河の今川家に人質として供されていて、自由に動くことも郷里のある岡崎に帰るのも難しい状況を強いられていた。1555年3月24歳で駿河の大衆今川義元の庇護下で元服をして、この際に松平円次郎三郎元信と名乗るようになった。名前に元、がある通り、あくまでも今川義元配下だったわけだね。そして1557年には、今川一門から築山殿を埋め取ることに、言ってみれば今川と安城松平遠泳の結びつきを強固なものにするため、政略結婚に使われた形になるわけだ。築山殿としては、実質的には人質でしかない家康の妻になるというのは、いろいろ思うところもあっただろう。つまり最初からこの夫婦は、お互いを好きでもなんでもない者同士だったということだぜ。まあ、この時代にはそういう婚姻はよくあることだったもんね。翌年に松平円次郎三郎元信は、松平元康に改名。しばらくはこの名前で、引き続き今川に奉仕することになったぜ。家康と築山殿は、人質とその人質を庇護管理するという立場の違いがあった。この夫婦の場合、あくまでも築山殿の方が関係性としては上位だったということが言えるだろう。だけどこの時代は今川が勢力を強めていた頃だから、家康もそんな状況を甘んじて受け入れるほかなかったようだ。政略結婚で好きでもない相手と結ばれることとなった二人は、そもそもどちらも不幸だったということだね。それでも一応、1559年には両者の間に嫡男信康が誕生している。そしてこの信康もまた、父と同じく幼少期を今川で人質として過ごす羽目になった。ところがそんな状況は、ある時激変。1560年5月に桶狭間の戦い、で今川と尾張の織田が激突し、実中八九勝利するとみなされていた今川がまさかの敗北。理由は大衆である総大将の義元が、織田信長の決死の特攻を経て討ち死になったこと。これによって今川家は激震に見舞われて、さらに勢いづいて士気も上がった織田は一気に今川への攻勢を強めることになったんだ。そんな状況で、家康はどんな決断をしたの？自由を呼んだ家康は、これを機に今川に見切りをつけることに、家臣団を率いて古巣である岡崎への帰還を果たした。そしてこの際、築山殿は駿河の今川館に置き去りにしている。
この先も戦闘は予想できるからこれもやむを得ない措置ではあるけど、結局この夫婦はお互いにさほどの情愛もないし、だからこそ家康も放置したんだろうな。そうだったのか。家康が出て行った後、駿河では吉本の子である氏真がその後継者となった。氏真は家康が今川を見捨てて出て行ったことに激怒。築山殿の父を自害に追い込んだ。このままでは築山殿の立場も危なかったわけだけど、この危機に際して家康の重臣である石川数正が駿河入りして、氏真の説得に当たった。交渉の結果、家康が抑えている今川の人質と築山殿と元康とを人質交換するということで手打ちとなったぜ。敵の本拠地となった今川間に出向いて交渉を行うなんてすごいね。そのおかげで、数正は徳川家臣団の中でもとても優れた政治的手腕を有する人物として知られることになったんだ。その威名は後々、大阪に天下一統の拠点を築くことになる秀吉をも魅了していくことになったぜ。おお、数正の苦労もあって、築山殿と信康は無事に岡崎入りすることになったんだけど、洗練された土地でもあった駿河と比べて、当時の岡崎は相当に文化の発展も遅れているまさにど田舎だった。もともと築山殿は今川義元の命だったという説もあるから、この環境の落差にはほとほと嫌気がさしていたのか。なんと岡崎に到着しても、城には入らずに離れた屋敷に入ったそうだ。なかなか気の強い女性だね。家康もそんな築山殿のことはあまり気にしなかったのか、岡崎城入りしてからは本格的に料理の民を従えることに意識を向けるようになった。両者は相変わらず歩み寄るすべすらなく、またそうしようという思いすらお互いに有していなかったようだぜ。住み慣れた駿河を出てやってきてみれば、そこは岡崎というど田舎。自分の夫は吉本や氏真と比べるのもおこがましいレベルの、ただの田舎の若領主。子供こそも受けたものの、これでは前途に全く光明が見えないと、さすがに築山殿も案じていたかもしれないな。でもあのまま今川領に滞在していればいずれは粛清されていた可能性もあるから、そういう部分では築山殿も感謝はしていただろうね。ただ、その感謝する相手は家康じゃなくて数正だったかもしれないけどな。確かに、家康と築山殿の夫婦仲を察することのできる逸話は、驚くほど少ない。というか、ほぼ残されていない。関心として長く忌み嫌われていたあの明智光秀ですら、最新の情愛を強く感じさせるエピソードが複数存在している。それに比べると、本当にこの夫婦はそういった話に縁がないぜ。それだけ普段から物理的にも精神的にも距離を置いていたということなんだろうね。一方、この時代は跡取り候補となる男児は丁重に扱われていることが多い。信康の場合、その後見人を数正が務めていて、岡崎で暮らすようになってからもそれなりに大事に育てられていたと考えてもいいだろう。数正はこの時期の家康にとってはとても大切な重臣だったから、その重臣を使わせるという部分に家康の信康に対しての期待は見て取ることができるぜ。なるほどね。ちなみにこの石川数正という人物は、酒井忠次とともに家康の懐刀としてかなり活躍した人物であり、そもそも家康が今川の人質だった時代から根従として仕えてもいたんだ。じゃあ、家康の性格もよく理解していたわけだね。家康のサポート役としても辣腕を振るいつつ、築山殿奪還にも知恵を絞ったと考えられる。交渉事が得意だったから、数正はその後も信長や信長の死後に台頭する秀吉に対して、家康の名代として折衝に当たっている。今川から離れて、独自勢力として動くようになった岡崎の家康。そんな家康はやがて、尾張の織田信長と同盟を組むことを起とするようになった。この頃の織田家は四方を敵に囲まれていたけど、信長自身の勢いは凄まじく、先の大戦では今川義元を撃破したこともあって手を組むことを家康も望んでいたぜ。ほうほう、1561年、家康は今川と手を切り、織田と結んでいた叔父の水野信元の手を借りて信長と正式に和睦を行った。そして翌年には元康の名から今川義元由来の元を完全に捨て去って、家康を名乗るようになったぜ。完全に今川を捨てたのね。1564年から今川氏真との戦闘も開始されたけど、苦戦しつつも家康は奮闘してこれを蹴散らすことに成功。1566年には朝廷から従位の下、三河の神に叙任されて、その頃から名字を徳川と自称するようになったんだ。ついに徳川家康の誕生だね。ただ、信長と結んだことで家康には新たに新郎の種も増えた。家康に敵対していた武田や浅井、朝倉、本願寺勢力、そして足利将軍家との関係が微妙になって、さらに信康が自分と同じく政略結婚に利用されることになったんだ。そして1567年、
嫡男の信康と信長の長女ごとき姫がまだ9歳という幼さであったものの結婚、かつての家康と築山殿を彷彿させる婚姻だった。そもそも信康の信は、言うまでもなく信長の意味な。信康もまた、生まれながらにして自分の力ではどうにも脱却できないしがらみに、苦しんでいたのかもしれないな。そうだね。信康の結婚によって、築山殿もこの時期に信康と共に岡崎城入りすることに。だけど、これで家族水入らずということにはならなくて、家康はとうとう海の浜松に新たな拠点を築いてそこに移動したんだ。岡崎城には五徳が入って、これによって築山殿は以降数年間、まだ幼い夫婦の世話に奮闘することになったぜ。でも岡崎には家康もいないから、築山殿としては気が楽だったかもしれないね。また、この頃には家康に負けて後がなくなった今川に対して、甲斐の武田信玄が徹底的な攻勢に打って出ている。これが駿河侵攻、として後の世でも知られる侵略劇だ。この際に家康は、本来敵であるはずの武田と一時的な同盟を構築、遠江から今川領への侵攻を行って、武田と両面作戦で氏真を追い詰めているぜ。積年の苦渋を晴らすための復讐戦を、一領主の立場から行ったわけだね。もっとも、同盟はすぐに武田からの攻撃が行われたことで破談。やはり徳川にとって、武田は恐ろしい勢力だったことがわかったぜ。1574年、築山殿の女中であったものの、やがて家康の手つきとなったために浜松城にて側室として生活していた長松院が、家康の次男を妊娠。ところが、この事実を築山殿は容認しなかったんだ。え、そうなんだ。築山殿はわざわざ岡崎城から浜松城にやってきて、この長松院を厳しく叱りつけた。その上で浜松城からの退去を命じたんだ。これは今の時代の観点からすると非道な行いと考えられるよ。そうだな。当時の正室の権限はこういったことが本来当たり前なほど、厳然たるものだったようだ。だから特別築山殿が過剰な判断を下したわけじゃなく、女房衆全体の気風を律するためにも仕方のない行動だったんだぜ。それで、浜松城を追われた長松院はどうなったの？家康の家臣らの手配によって、無事に出産。生まれた子供については家康の次男であると認知しないということにはなったけど、その子供は後に豊臣秀吉の養子となって、やがて元服氏結城秀康と名乗ることを許されたぜ。拠点を二つに分けて、一方に築山殿と信康、もう一方には家康という生活を送っていたんだけど、これがやがて大変な事態を引き起こしてしまった。なんと家康が信長と共に勢力拡大に邁進している間に、築山殿が信康を巻き込んで甲斐の武田と内通していたとする疑惑が浮上したんだ。うわ大スキャンダル。当然、これによって家康は同盟相手の信長にも疲れることになった。同盟と入っても、この頃は信長と家康とでは兵力も支配している地域の数も天と地ほどの差があった。実際には同盟なんて形ばかりで信長の配下にいるようなもので、家康としてはこの疑惑はどうにかして払拭しなければならなかった。どうする家康？内通が露見した最初の要因は、信康の家臣だった大賀や四郎が武田信玄の後継である勝頼と結んで謀反を画策していた事件、その発覚だった。や四郎は直ちに処刑されたけど、この内通には築山殿が加担したという疑惑もまた浮上してしまったぜ。なんでそんな疑惑が出たの？岡崎には甲斐からの口寄せ巫女たちが大勢やってきて、お告げを述べることがしばしばあった。築山殿はこの口寄せ巫女のお告げを真に受けて、だんだん武田と通じるようになっていったそうだ。でも実は、勝頼が自分にとって都合が良くなる予言ばかりを吹き込んでいた、インチキ巫女たちだったんだぜ。つまり、築山殿は勝頼の作戦にまんまと引っかかってしまったわけだね。さらに勝頼は、築山殿の屋敷に出入りしていた当主神の石を跳躍して、謀反に加担するように協力を促したとされている。ここで提示した条件というのが、まず先に処刑された八代らへの寝返りの報酬について、ついで謀反が成功した際に当てられる信康への恩賞など、具体的な提示があったようだ。それに築山殿は目がくらんでしまったということか。家康としても事態を重く見ていたし、これ以降は築山殿への監視の目も強まった。そんな状態であるにもかかわらず、築山殿はさらにある悪手を打ってしまうんだ。一体何をしたの？信長の娘である五徳がいつまでも女児しか産まないことに危機感を抱いて、信康の側室を勝手に数名見繕ったんだ。それだけならまだよかったけど、なんと呼び寄せた側室の出自がなぜかことごとく元武田家臣の家の出身。これにはいくら現在は徳川家臣とはいえ、何か意図的なものを感じる。こうして築山殿は、自分の言動のせいで徐々に追い詰められていったぜ。築山殿の所領に対しては、当然五徳も反感を覚えた。
彼女は自分を無視して武田筋に当たる永永から大勢の側室を手配した築山殿に対して、ここに来て明確な敵意を抱くことに。そこで彼女が取った行動が、父である信長への訴状の作成。この作成にあたり、五徳は周囲の家臣たちから、築山殿の行動における不審な点についての情報収集を行った。さらに自分が実際に見聞きした情報も合わせて、これを信長に見てもらうように計画したんだ。そんなことをしたら、夫の信康もただでは済まないとわかっていただろうにね。だけどそもそも政略結婚の相手だったわけだし、両家の結びつきの根幹に関わるような事態に直面したとあっては、五徳も自分で自分の身を守る必要が出てくる。この行動には、彼女なりに正当性は認められるところだぜ。そっか。五徳が書き上げた書状には、12箇条に及ぶ築山殿への糾弾が示されていた。その中には、勝頼の調略を受けた当人医師との親密な関与、自分についてのあることないことを信康に吹き込んだことで生じた夫婦間の不和、そして武田との内通の疑いなども含まれていたぜ。それで、書状を受け取った信長はどうしたの？家康に対して、信康の処分を命じたとされている。さらに築山殿については、その処遇についての判断を家康に託すという趣旨の意向も伝えられることに。こうして家康は、自分の妻と嫡男の対処について重すぎる判断を下す羽目になったんだぜ。ついに、築山殿については、家康としてはその死をもって徳川の潔白を晴らすしかないと考え至ったようだ。そこで1579年8月29日、遠江にある小籔村に築山殿を連れ出して、そこで家臣団は自害を迫った。ところがもともと武士としての生き方とは無縁だった築山殿は、この要求を拒否。そこで結局、家康からの判断を仰がずにその場で家臣らから首を落とされ、殺害されてしまったぜ。哀れな最後だったのね。さらに家康にとっては後継者として期待もしていたであろう信康に対して、自害を要求。二俣城に入れられた信康は9月15日に自刃している。首は安土城に届けられて、そこで信長の実験を受けた後に岡崎の寺院に塚を用立てられ、そこに埋められたとされているぜ。築山殿の裏切りがでっち上げとする説の根拠として手堅いものが、正確な資料の不足だ。数多く残されている文献にはさほど築山殿の悪辣さについての指摘はなくて、むしろ徳川幕府が樹立して以降の徳川史観を構築するために、後年編纂された資料で初めて目につく所要もあるというんだ。え、そうなんだ。また最近では、そもそも嫡男の信康と家康の関係が険悪で、そのせいで築山殿も含めての処分になったという説も浮上している。どのみちこの母子が死んでしまったのは事実だし、その死をめぐって情報が錯綜しているというのが現実のようだぜ。一方で、嫡男の信康に関してはその行動が苛烈で非道なものが多く、これが徳川家重家でも問題視されていたという事実が存在する。ひいてはこれが築山殿も含めての粛清につながったという考え方も、昔から研究者の間ではある程度共有されているようだ。その非道な行動って、具体的にはどんなことなんだろう？有名なのは、僧侶殺害だ。鷹狩りの際に僧侶と偶然遭遇した時のこと。この当時は狩りに出向く時に僧侶と出会うと獲物が少ないという迷信があったから、これに怒った信康は僧侶を捕獲した上で殺害したそうだ。また岡崎領内の祭りの日に城下に出向いて、そこで目についた踊りが下手な領民を弓矢で射殺したという例もある。これについては踊りが下手な者がわざわざ進んで踊るはずはなく、これらは敵の患者だった、と主張したとされているぜ。気象にかなり問題があったのは事実のようだね。家康はこういった信康の性質と、そんな人間に育ててしまった築山殿に思うところがあったのかもしれないな。さらにそんな信康の後見人でもあった数正も、このお家騒動をきっかけに徐々に家中で孤立していくことになった。やがて数正は、秀吉の誘いを受けて出奔してしまったぜ。やっぱりこの夫婦にはそもそも情愛といったものとは無縁の関係性の傾向が強くて、政略結婚によって生じたお互いへの不和と不信が最後まで払拭されなかった部分に、悲劇のトリガーがあったようだ。そんな二人の間に生まれた嫡男の信康もまた、親と同じく政略結婚を強いられて、結果としてこの婚姻も大変不憫なものだったぜ。言ってしまえば、信康は不遇の嫡男だったということだね。せめて家康が築山殿と信康と、常に同じ城で暮らしていればまだ少しは状況も変わったのかもしれない。結果として築山殿の武田内通の犠牲になって切腹させられてしまった信康は、やはり不憫な息子だったと言えるだろう。家康も信長から家族を処分するように忠告をされた時に、これを突っ跳ねるだけの兵力を持っていなかったことも一つの悲劇だよね。力で信長を黙らせることが当時の彼にはまだどうしてもできなかったわけで、
家康にも問題はあったものの、彼もまた被害者の側面があったことは事実だぜ。そのことは忘れないでおきたいね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。